はい、エディターのお魚ちゃんです。今回は何かというとあれを紹介したいなと思います。あれを何かといえば、これももう嫌になったかもしれないけど、はい、ジャパンモビリティショーの模様をもう少しやりたいなと思ってまして、はい、まあ本当にいざこざはあるかもしれないんだけど、本当にまあ活動しは良くなったんじゃないかな。はい、でもそんな中でまあ先日発売された車をね紹介したかったんです。それがランクル70、ランドクルーザー70の再販ですよね。本当に3回目ですけど、まあフェイスが変わった、そしてねまた可愛らしいフォルムになったっていうのと、あとね本当にそれ以外は本当に昔のままで、まあシフトレバーがラブ4と同じタイプになったのとか、まあオートマなんですけど、まあそうなのとか、まあ結構ね、あとはねディスプレイオーディオとかないんですよね。本当昔のままだったり、プッシュボタンがないとかいろいろあるんですけど、本当に生きて帰る車なんだなって、本当にこんな息のない車ってあるんだなっていう感じはあるんですけどね。本当にね、いろいろあると思いますけど、見てもらえればなと思います。はい、どうぞ。今回はこちらとなります。ついに発売されたトヨタのランドクルーザー70です。それも再販ですよね。本当にすごいなと思うんですが、まあ一つ特筆すればやっぱりね、トヨタセーフティーセンスにもね先進技術と、そしてね新しいディーゼルエンジン、そしてまあ、この LED のヘッドライトですね。フロント周りの変更が結構目立つかなと思いますが、あと目立たないところにですね、助手席側になんか蓋みたいなのがついてくるんですよ。あれで何かというと、あの本当にあれです、尿素 SCR という次世代のグリーンディーゼルエンジン、それが一番の特徴かなというところかな。
デザインとして言えばやっぱね、トヨタロゴと、あとはこの、ね、ヘッドライトとですね、それ以外はいたずらにデザインが変わってません。ほんと70年代80年代のあの懐かしいダンクルのままです。本当にだからやっぱりね、これは本当に外観だけにもなるんですが、本当車に乗ってみるとびっくりします。まずシリンダーキーであることとか、あとね、マニュアルエア結構あ昔のまんまだなーって、どこか懐かしい感じもするんですけど、残念なのは、まあ、オートマだってことかな。ただこれラブホーと同じものが使われているので、まあそういった点では違いはないのかなって感じはあるんですけどね。シートもかなり良くなって、5ナンバーじゃない、4ナンバー登録ではなくなったのが特徴です。まあ、そういった魅力はありますよね。はい、
として言えばやっぱりね、本当にこのカラーリングやっぱりね、見た感じは本当に可愛らしいと思うんですが、やっぱワイルドだなっていう感じに戻ってくれたのはめちゃくちゃ良かったなと思います。前はどちらかというとハイラックスみたいなデザインだったので、結構男性的な印象は強かったということを、まあ大人なので、まあ、限定免許とか女性の方でも乗れるんですよね。それは魅力的です。あとですね、まあちょっとねオーディオの話とかいろいろしたんですが、オーディオ感知に関しては基本ノーオーディオになります。なのでまあいやらしいディスプレイオーディオとか蹴り合いする人も多いと思うんですけど、あれじゃなくてもやっぱね好きなオーディオにすることができるので、やっぱね社外品にしたいとかね、本当にもう1万9000円ほどのシンプルな、ね、オーディオにされる方もいるんじゃないかな。そんな感じです。はい、push all the limits with you.
でもね、皆さん気になっているところとすれば、最後はマシャル本体価格、車の値段になるんですが、この車実際言えば、まあモノグレード設定で480万円です。まあ思ったよりは安いかなという感じはします。でもね、本当にまあいろんな声はあるんですけど、やっぱりね、マニュアルが欲しいとか、どこどこのエンジンが良かったとか、結構マニアックなね、本当に悩みを持ってらっしゃる方も多いし、不満を持ってらっしゃる方も結構いたなという印象なのと、まああとはシリンダー式ですけど、まあちゃんとねキーレスもつくんで、まあこれはこれで便利だなっていうのはあるんですけどね。はい、まあ、あとは納期ですかね。本当に伸びるのと、あとね、お店には本当発売当日にカタログが一切なくなったのはやっぱりびっくりしたところですよね。はい、販売店さんも商談の際はオンラインのカタログ、ウェブカタログを推奨しているそうで、本当に欲しい方はまあトヨタさんの方からね請求された方がいいかなと思います。その際はあのトヨタ共通 ID を取られることをお勧めします。はい、そういうところかな。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。本当今回まあ本当に商品込み合うなかったので、チョークしまくりました。見ていただきましたでしょうか。はい、そういうのもあるんですが、やっぱりね、本当に皆さん人気ありますね。まあエンジンがディーゼルでオートマになったっていうと、あとはね、本当に、作り、フロントが LED の可愛らしいデザインだったっていうのと、まあそれぐらい除けば、大体はもうほとんど昔のもののマニュアルエアコンだったり、シリンダーのキーだったり、まあ本当に実用性を意識した、耐久性を意識した、そういう仕様だったりします。まあそこは一番の違いじゃないかなと思いますし、中にはね結構どこどこのエンジンが良かったね、ヒムのエンジンが良かった、マニュアルが良かった、まあいろいろな声があったんですけど、まあ確かに耐久性を考えれば後者はいいと思いますけど、まあ一方じゃね、本当に作ってない可能性もあるので、あるのと、あとね本当にやっぱりね実用性とか、あとね免許の関係かなと思います。本当に限定免許の人もやっぱいるんでね、そういう人もやっぱり答えたのかなって感じはあります。そんな感じもあるんですけどね。はい、まあ、また改めてちょっと他の様子見てもらえればなと思います。ぜひ、チャンネル登録していただきありがたいです。では、お疲れ様です。